了解。冬にとっては、こっちも本業のつもりだけどね。場所、変えましょう。あそこ、アイドルファンみたい。今っていつまで今？ほら、これから先何があるかわかんないでしょ。今が良くても人気商売なんだし、この仕事だっていつまで続くか。人ごとみたいに言ってるけど、あんたもだからね、プロデューサー。あんたか冬に何かあったら、いつまで冬のプロデューサーやってるかわかんないわよ。ま、冬は辞める気なんてさらさらないけど。そうかもしれないけど、ずっとなんてないんだから。冬だっておばあちゃんになってまでアイドル続けるわけにもいかないでしょ。答えになってない。ふーん、じゃあ冬がなんかの拍子でアイドル辞めちゃったら？聞いてるんでしょ。いつかそういう日だって来るんだから、冬たちだけでどうにもできないことだってあるでしょ。
わかってるっつの。どんだけ一緒にやってきたと思ってんの。さっきの映画、シンプルで見やすかったわね。他の過去作はもう少し高尚なイメージだったから。え？了解。冬、ロビーにいるから。少女が本当の父親を初めて目の当たりにするシーンで、言葉にできない心のあやを表情は見せずに背景に重ねて表現されていたところにとても感動しました。あ、はい。何が？いいわよ、慰めてくれなくて。あのくらい別に。何を？まあ、なんで冬にオファー出したのって感じだけど。一応言っとくけど、監督は敵じゃないのよ。一緒にいい作品を作るための共同作業者。言われなくたって、売られたものは買うわよ。お望み通りね。あんたの悪い癖よ。人のとがきまで読もうとするの。そんなに冬のこと心配なら、一緒に出る？映画。
気にしなくていいって言われて、気にしないでいる冬だと思う？気にするに決まってんでしょ。気にして気にして。他の過去作よりも、はるかに出来のいい映画にしてやる。そんで、冬の評価がもっと上がって。監督は冬に頭が上がらなくなるの。そうなったら次はあっちが気にする番。問題ある？はあ？あんたね、人のこと暴れる前の怪獣みたいに言わないでよ。まあ、火を吹きたい気持ちがないって言えば嘘になるけど。今ここであんたに吹いてもいいんだけど。お疲れ様でした。何でしょうか。はい。ありがとうございます。わかる気がします。貴重なお話、ありがとうございました。本当に嬉しいです。ちゃんと見てくださってるんだなって。ですが、私、冬はアイドルです。いつか忘れられたり、消費されるだけかもしれませんけど。それでも、
トップアイドルになるって決めたから。冬は、冬たちの世界で抵抗していきます。監督みたいに。別に、いつも通りよ。平和。演技もそこまで悪くないって、安心して。冬のこと疑ってる？ねえ、どうする？冬が幽霊だったら。聞いてみただけ。悪い？アイドル割る。冬は？問題。はい、時間切れ。さあ、なんでしょうね。ありがとう。黙っててくれて。あんたのそういうとこ、助かる。
何やってんの？ぼーっと突っ立って。みんなとっくに休憩入ってるわよ。冬が頑張ってるとこ、ちゃんと見てなかったの？言ったでしょ？きっちりやりきるって。何？あんたも映画に出たかった？あんたも入っちゃえば？カメラの中。バカ。冗談よ。それは。向こうでお弁当配ってるって。行きましょう。はい。私には時間がありません。無理言って先生に付き添ってもらってる以上、手を抜くわけには。このシーン、ちょっと喉を痛めちゃったのよね。私にはこれしかありません。今この力を必要としてる人がいるなら。はい。ああ、何度も撮り直したのよね、このシーン。
先生。私は。見つけた。何を？永遠を。それは あの結末も。